はい。今日は前掛けせんの。ちょってない。そういうのってなんか使えば使うほど味が出て良さそうなんで。はい。あ、そうや、メガネがいるロキ、メガネ持ってくるはどこにあるかね。あ、持ってくる？超って何？今日は感動しますよ。いきますね。今日はこれ、ムテムカさんのはいいんですけど、また箱がなんか感じが違うよ。これ。箱、これ、栗焼酎。あ、しかもこれ、地下貯蔵って書いてるよ。うん。これ、開けてみる。ハサミかい？まあ、綺麗に開けてください。このシールがいいんじゃない、これ。違う、それがね、ゆっくり、ゆっくり入る。そんなとこ入れない汚い話。ちプリント？ポイント。あ、ポイントびっくりした。ポイント、ポイントは。まあでもこの入れ物からして今までと感じと違ってこう丁寧に梱包されてる感じがわかると思うけど、これが何を表すか。なんて書いてるか読んでみる。読んでみて、これローマ字読んで、メガネつけると見えんことないから。焼酎おつるいムテムカ。いや、それは分かっちゃうけど、スマント、その上のえローマ字のマイスタリアス。マイスタリアスのブロガー。マイスタリアスのブロガー。なんで？リザーブ。何リザーブ？マイスタリアスか。その上は？ここ上？うん。シマントよ。シマント、その下は？マイステリアム。リザース。マイステリアムって何？知らん。シマントミステリアスリザーブ。ああ、ローマ字か。ほら、ローマ字やって。これ、開けてみる？これ。この開
けた感動をちょっと撮ってください。せっかくなんで栗焼酎じゃあ中の出してる自家調査でいい。おっ蔵入りじゃん。これはまあじゃあいわゆる昔はこういう感じで売りやったがね。あそう、うん、これがお父さん今も売りよね。高いでこれ1万円クラス1万円クラス出ました。はい1万円クラス出ました。これここなんて会中これ知らない。これなんて会中磁気詰め磁界は直詰め原風の書。あ直詰めよ、うん、直詰めで原住に封印したという証明書です。でここ読んでこれ栗焼酎これよこれそれここ四万十四万十四万十磁気地かだから見え方は眼鏡かけたぞせっかくもできちゃう四万十なんでこれ地下貯蔵四万十四万十時間四万十時間と言うんじゃおうか四万十源流栗焼酎四万十時間地下貯蔵とか貯蔵だよな、うん、で結局これはね何かといえばまあこれこういうなんかその上等な瓶に入ってますミステリアスリザーブで結局これは何かって言ったらこれはねあのこういう風に地下見ていてこれ映るかな映るかな映ったこの中ねミステリアスリザーブってねこれちょっと読んでみ説明これの説明を書いてくれちょっと読んでここ四万十ミステリアスリザーブ、うんうん、栗焼酎でまたフィブリーの33度の原酒を四万十川のプラナで四万十時間、うん、4万10時間イコール 1.667 日イコール約4年7ヶ月、うん、熱性後にお届けするオーラー制度シマントミステリアスラーズ毎年500種限定、うん18リットル入り、うん、18リットル本日はお客様をご案内して同居としてちょうどこれ年間としてずっと16度の天然セラー、うん、本日は外気温は31度なので溶血、うん、内がとても涼しいです、うん、ちょうど生姜の生姜の貯蔵庫として作られた溶血を活用し四万十の恵みを時とともにお届けする栗焼酎おいしくうまくなりますように、うん、木曜日本日も笑顔で元気に楽しい空気頑張り頑張りましょう頑張る顔張りましょう。うん。最終ね。はい。で結局はあら？ミステリアスリザーブっていうのは毎年500坪限定で18リットル入ったものを年間通してこうあの4年7ヶ月頼んでからこの原酒を寝かすわけよこの生姜の貯蔵庫として使われてた洞窟で。それを寝かしたのを、買うことができるべし4万何もかなでそのそれは、まあ、陶器に自分の名前も入れたりとか四万十に四万十にちなんで4万10時間よそう四万十にでそれを自分の名前とかも入れたりできるしそれ本当は18リットルで昨日なんかこう桶というかこうすくうやつもついてきて家に送られてくるかもしくは取りに行くかっていうので限定のお酒を飲めるんやけれどもそれが四万十時間待てない人のために一応その四万十時間そこで寝かしたこの陶器に入って陶器の方がまろやかでコクがあるって言ったらさ原酒四万十時間寝た原酒ですこれ
ですということで、これちょっと飲みますということで、ちょっと持っといてください。写真を撮ります。いいですか、写真撮りますよ。はい、これで、ね、ミステリアスリザーブ、チェックをするか。はい、四万十時間寝かしたミステリアスリザーブ栗焼酎、陶器の器に入ってるって。ちょっと待てない人のために飲んでみます。で、結局これね、四万十時間をこう頼んで待つのもよし、待てない人のためにどんな味なのかっていうのが飲めるような商品になっております。いただきましょうか。さあ、ということで、湯もだいぶこうやってやってるうちに飽きました。では、まずこれ湯、やっぱりこれ湯割りが美味しいということで湯で割りますが、湯どれぐらい入れる？ここまで入れるで、うん、ほんで、両方俺もそこまで入れるけど、あとはもうどれぐらい入れて飲むかによってやろうか。もうこれ沸いたと思うので。何度？あと100度。ああ、いいですね、うん。やっぱり栗焼酎は湯割りが美味しいということは分かりましたので、注いでいきます。このもうせっかくのこの開封はじいちゃんやったぞ。記念に、もうやりや、記念に開封やりや、せっかくやり、大事な、こっちからやったら嫌にやね、どうもさかのせいだし、これ入れ物も大事な、おいちょかんって感じ。はい、 50cc なのカップ持ってきて 50cc 入れて。これあれやって、あの言おったけど、その普通の焼酎をこの陶器の器に移して飲んでもおいしいって言ったで。うん、よし、これで開ける、開けて開けて開けて、開封の瞬間、ほんに出るかね、出るの、何分です、シャンパン炭酸入ってるわけちゃうか、うん、開けました、うん、匂ってみようか。うん、独特の味が、50入れるわけ、50、ちょっとこれ入るかな、これ綺麗に、うん、50足らん、エロエロエロ、これで我慢、うん、30場しかないで、まあ50入れるかい、よし、じゃあ私はこれをぐっすり入れます。よし、ではでは、このミステリアスリザーブ、うん、すごい、きついこれ、けどいい、なんかこう原酒どうで、香りは、うん、今までないよな、すごい美味しい、なんか栗のまろやかさっていう感じはあんまりないね、これはまろはない、うん、この原酒の方は、うん、栗焼酎やけど味は、うん、やっぱりこう鋭いね、うん、鋭い、こう刺すじゃなくて鋭い、お、鋭さっていうのがようわかるわ、うん、うん、これで焼酎、うん、っていうか、これ本格焼酎、これは本格焼酎、またそのまろやかさとかがあって、こう商品として確立されたっていうんじゃなくて、うん、こうもうほんと厳選されたこうお酒って感じやね、これ、うん、違うね、確かにその鋭いというか、こうキレがあるいうのか、うん、うん、栗のまろやかさも味わいもほのかに香るけども、キレがあるね、キレというかパンチというか、シャープシャープシャープパンチというか、シャープシャープ、そうそう、シャープな、うん、確かに、まさしく蔵出し、うんうんうん、分かるような気がする、まさしくこれを蔵出しという、
うん、分かるような気がする。どうこれ、イカいる？イカか、もうやんないか。他はあの焼酎のパウンドケーキみたいなのあるけど、気なんていうかけど、それかおじゃこサブレはある。あ、あの、あれもある。やば。それかあの、芋けんぴがある。ああ、そうそう、それこのイカはちょっと、これがいいか。イカはちょっと、これがいいか。あれ、けんぴ食べてしまうちょっとはないで。おばあちゃん、けんぴけんぴって言って探しちゃったと。けんぴがない、けんぴがないで、おばあちゃん飲ませたと。あ、けんぴないわ。ないね、やばい、なかったらよい。おじゃこサブレしかない。おじゃこサブレでよい。おじゃこサブレか、そのニラの佃煮がある。いいやつや、それ。おじゃこサブレで。はい。美味しいかね、このおじゃこサブレ。うん。ねえ。え、じいちゃん、こっちのこの陶器に入ったプレミアムリザーブと4万時間寝かした香りがええ、香りがええ、あのダバダのいつもこの前飲んだやつとまろやかなやつ、どっちが好きで？それもまあこの間の方が飲みやすいね。飲みやすいのは飲みやすいかもしれないね。酒好きはこっちやね。酒好きはこっちや。うん、調味のね。うん、若いもんね、いけん、年よりはちょっときつい。あ、そう、うん、若い人こそあのまろやかな方を飲むんじゃない？見たら好みによるけど、あ、いいよ。だってこのパンチがあるのこのおじゃこサブレが甘い気合うわ。うん、うん、なかなか、うん、お酒やね、これぞまさしく焼酎やね、確かに、うん、もう一番最初のじいちゃんのファーストインプレッションはそのままや。よう分かる。ミステリアスリザーブ。長期貯蔵熟成原酒、うん、栗焼酎。この器がまたええわね、これ。いわゆるこういうが遊び心というのは。うん、遊び心。なんかこういうのから出してこうやって飲みるだけでも美味しそうに感じるもん、やっぱり。四万十時間じゃいてね。うん。そこらたり遊び心や。うん。原酒そのものやけ、酒の味がようわかるわね。うん。酒そのものの。うん。このまたわざわざ送ってきたのかい。この前買うてきたのよ。この前、いや、一緒に買うてきたの。うん、送ってくるのは四万十時間後にあの18リットルのやつが来ます、頼んだんで。ああ、それはもう 4万時間いるわけ。そういうこと。だから4年なんぼかね。これもまたね、作る価値があるでよ、これ大きいものがよ。それがそうやって置いてる豊かな、あのそういうのね、ちょっとこうね置いてたらこう客室なんか豊か、豊かな、うん、心が豊かなので豊かな絵になるわね、雰囲気がいい、そう、絵になる、まあ、言葉で言う絵になる、そう、土器とかそういうのは、うん、絵はね、豊かな、うん、確かに分かるような気がする。飲んでしもたい。これがすっと寝ろ。そうやね、すっと寝たらよ、もうどこじゃないから、うん、やるぎゅうやるぎゅう。健康的にええぐらいの感じじゃないのかな、うん、この一杯ぐらい。バグシャグだよね。そうそうそう。飲みすぎたらいいかな。程よく飲むのがいい。これはもういらんスタブで。もういらん。いらんばもう。よかった、上等って言って。じゃあそれ飲んだら、もう2杯目はいらんかな。いらん、もうでも、もうなんていうか、もう。好評と星を。しっかり味わってください。うん、
四万十ミステリアスリザーブ、四万十時間、ね、洞窟で寝かした、まあ、時空といろいろあるろうけど、うん、ね、うん、中身の勝負よ。そう、中身は今までの向け、向けじゃないよ。向け向けじゃない。無添加の、無添加の、無添加の、いろいろのお酒の中で、うん、初めて今日味わう、うん、お酒ということはできる。うん、やっぱり4万時間、四万十というボロワーセのね、うん、そういう憎らしい名前付けの、憎らしい、うん、憎らしい名前付けの、うんうん、名前付けた人のね、うん、頭の素晴らしさを称えたい、うん、そういう意味でも、うん、このお酒、ロングとしよう。すごいね、うん、お酒クラスでロングって言ったら初めてじゃないか。シチはエレンロックや。いや違う違う、ロックって言ったら初めてじゃない。ありがとうございました。その心は、その心は長生き。ヘヘヘ、イエコーラで。はい、イエコーラセット、はい、どこいしょっと、はい、あ、イエコーラでどこいしょ、はい、あ、はい、はい、ミステリアスリザーブいただきました。